こんにちは、ビハイア株式会社の大山です。本日は弊社で運営しているアニメゲーム漫画業界のクリエイター採用に専門特化した求人サイト、ラクジョブの採用実績について、お伝えしたいと思います。で、今日は 2DCG デザイナーの採用事例なんですけれども、2DCG いろいろある中でも今回ドッターです。あ、今日噛むな大丈夫か、すいません。で、3DS とか DS とか、コンシューマー機で、ね、ドットをやってほしいっていうような案件で、なかなか最近ないような感じなんですけれども、こうそれこそコンシューマーでずっとドットを打ちやってましたっていう人ですね。ドットやりながら実はベクターのイラストも描けたりとか、某有名ゲームの移植作品でスマホのドットをやったりとかっていうような、かなり経験のある方で、ご本人もこの業界にいるんですがすごく珍しい方で、経験長いんですけど今までゲーム大好きで、で自分でやっぱりこう職業病かもしれないですけど、こう好きなキャラとかできる人全部ドットで描いてみるとかっていうようなことをやってるような人で、で、その社風にも合いそうだしっていうことで、もう昔話に面接で花が咲きまして、で一気に採用って形になりました。で、そういった形でですね、やっぱゲーム好きでとか、好きなキャラだったら全部ドットで描いちゃいますよとか、ゲームと趣味、仕事と趣味の枠を超えてやるっていうぐらいの人がやっぱり長く続いていくと思いますし、そういう人をやっぱりこういいゲーム作ると思いますので、ぜひぜひそういう人とちょっと面接でも熱く語り合いたいぜみたいな感じがありましたら、こちらまでご連絡ください。よろしくお願いします。